はい。では、えー、ここまでで、えー、リトポロジーがですね、完了しました。えー、と、四角ポリゴン描画を使って、えー、まあ、ライブサーフェイスオンにしながら、えー、ポリゴン描画で、ポリゴンを作っていきましたが、えー、左右対称ですね、こちらは、あの、忘れずにしておきましたので、えー、まあ、基本的には全体的に左右対称で進めていると思います。で、えー、っと、まあ、一通りやって、ちょっと分かったことが、えー、いくつかあるので、 この境界線の部分境界線の,部分のえっ、ー、とエッジをまあ押し出しで作ろうとすると今回あんまりずれてないですけどもここの,あの境界の頂点がちょっとずれる可能性があったりするので、えー、まあ境界の部分をポリゴン作りたいのであればこんな形でまず離して作ってで近づけてくっつけるみたいな形にすると間違いがないかなと思いました。 えー、あとはですね、全体的に、えー、確認して、まあ、ポリゴン貼り忘れがないことチェックをしましたら、えっと、ライブサーフェイスは一度オフにします。でハイポリモデルは一旦これ邪魔になるので非表示にしておきます。H キーですね。えー、そして、あのローポリーモデルが表示されます。でここで一度。 えー、3番キーを押してみるといいですね。3番キーを押すと、ポリゴンがあの二重で作成されてしまっているとことか、穴が開いている箇所が分かりやすいです。まあ、全体的にですね、ちょっと細かく見て、えー、エッジがシャープになってたり、穴が開いてたりする箇所がないかチェックしてください。はい。まあこんな感じで、全体的にこう、ぬるっとですね。 どこかでなんかパキッとしてるような状態じゃなければ、基本的には問題ないかなと思います。えー、あとは、まあ、あの、それだけを頼りにしちゃいけないんですけど、この右下のですね、このあたり、このあたりに、あの、ポップアップが、警告ですね。3番機をしたときに警告が出た場合には、えー、エラーがある確率が、まあ、非常に高いので、えー、そのエラーがある箇所を突き止めて修正をしてください。あ、ちょうどですね、あのー、ここの部分。 この部分が良くない、うまくいってないことが分かりますね。3番キーにするとこんな感じで分かりやすくなるので、よくチェックをしてみてください。えー、まあ、今現状、まあ、この辺もあんまりうまくつながってないですね。まあ、現状、この境界線の部分がちょっと怪しいということが分かりますね。はい。で、ここで一度、まあ、このモデル、このリトポモデルとちょっとしておきますね。えー、リトポ。 リトポと、ちょっと名前を変えます。このモデルは一旦、まあ、あのいじらずに複製します。Ctrl D。で、このモデルをですね、えーと、修正後のモデルとしていきたいです。でなので、えー、リトポ直後のこっちのモデルは一旦非表示にしておきます。で複製をした先のモデルだけ表示しておきます。シンメトリーはオフにします。 この境界のところのエラーを、えー、全体的になくしていきたいので、えー、一度、まあ、左右どちら側でもいいんですけど、えーまあ、左側をじゃあ消しましょうかね。フェース選択モードに変えて、えー、4番キーでワイヤーフレーム表示、左側のフェースをこんな感じですね。選択して削除します。 こんな感じになりますね。で、この時点で、えー、っと、つながってない箇所。例えば、こことかですかね、まあ。こことかですかね。まあ、半分になったので、あの、チェックする、えー、エラーチェックをするポリゴン数は半分になってますで。後でミラーコピーするんですけど、まずはこの右半分の状態でエラーがないか。まあ、特にこの境界の部分ですね。チェックしたときに、まあ、2箇所ですかね。現状。 ちょっと先端とかもですね、チェックをして、指先なんかは問題ないので、あ2箇所ですねえ、こことここ、この辺りの、えー、と頂点がまずつながってるかどうかの確認をしますえ。この辺の頂点をですね、まずは3番キーして、ここが怪しいということが分かるので、この辺まとめて選択して、えー、とこの頂点のマージの 機能を使います、えー、ダブルクリックをして、えー、頂点のマージオプションを開きます。敷地っていうところ、えー、0.01と、えー、入力をして適用を,しを押します。3番キーを押します。そうするとここの部分つながったことがわかりますね。そうするとこっちの、えー、っと頂点もつながってないことがわかります。なんで、えー、この部分も選択。まあ、これあの いらない頂点を選択してないかは必ず確認します。でまた、えー、頂点のマージオプションの頂点のマージを実行します。はい、3番キーにするとここつながってスムーズになったことが分かりますね。えー、こんな感じで、えー、まずは右半分で、えー、エラーがあるかどうか確認をしてマージしていきましょう。 ちょっとこの境界の辺りでですね、えー、と四角ポリゴン描画の機能だとつながってくれなかったりするので結構よくあるので必ずチェックですね。はい、えー、まあおよそ大丈夫ですね。で次に、えー、と境界の頂点が x イコール0の位置にちゃんとあるかどうかチェックします。 x イコール0の位置にあるかどうかのチェックで、えーまあ、便利なツールがあるので、まあ、一応ちょっとこちらを紹介します。えー、ウィンドウの中の一般エディターの中のコンポーネントエディターですね。えー、コンポーネントエディターは、えー、頂点一つ一つの数値を確認するときに使えるものになります。で、えーまあ、ここのタブをポリゴンに変えて、はい、この一覧を確認します。 えー、この境界の頂点を全て選択して、まあ、選択しすぎないようにですね、注意はしつつ、えー、境界の頂点を全て選択。そして、えー、頂点 x って書いてあるところ、ここの欄をですね、えー、全て0という数値を入れてあげれば、えっ、ー、と、境界の頂点に、あ境界の位置に頂点が存在するっていう状態が作れます。えー、まあ、上から下までですね、ぐいっと選択して、0と入力、Enter キーを押します。 はい、これで、えー、頂点がですね、えーと、境界の位置に乗ります、えー。なので、ミラーを実行したときにあのくっついてくれるようになるということですね。えー、じゃあ、オブジェクトモードで、えー、選択して、えー、ミラーを実行します。ミラーのオプションを必ず確認します。ダブルクリックですね。えー、ミラーのオプションでは、 えっと、ここの設定を変えます。マージの敷地、えー、自動と書いてあるところを、えー、カスタムに変更します。で、えー、数値。えっと、0.001という数値に、えー、デフォルトでなっていると思うので、まあ、これは大丈夫です。0.001の数値以内の、えー、頂点同士をくっつけるということなので、えー、ミラーコピーされたときに境界の頂点がくっつきます。えー、じゃ適用を押します。あ もう一個確認するべきは、ミラー軸、えー、ミラーの位置、ワールド、ミラー軸、X、ミラー方向は、こっちがプラス、こっちがマイナスなので、マイナスですね。はい、適用をします。はい、ミラー実行されましたら、えーっと、再び、えー、再び、ちょっと、ポップアップが邪魔だったので、一旦、えー、オブジェクトモードで選択し直しました。えーっと、3番キーで、境界のあたりを、 中心にですすねチェックしてみますここでチェックするのはつな、えー、ぎすぎてしまったりしていないかどうかあのマージの式位置の数値が大きいとこことここが例えばくっついちゃったりとかすることもあるんですね、えー、なのでまあちょっとそこの辺り注意ですねくっつきすぎてないかですねあと3番キーした時に、えー、と境界のところがパキッて見えるような場合はあのー 境界の頂点がくっついてない状態なので、えー、それもエラーですね。ここも修正しましょう。はい。えーまあ、全体的に問題ないです。で、次に、えー、オブジェクト。まあ、このままでは、あのーまあ、他のソフトに、まあ、ベイクするためにもあのソフト移動をした時、えー、ときに、カクカク見えてしまう状態になります。なので、オブジェクトを選択して、えー、メッシュ表示。 の中の、えー、ソフトエッジをですね、かけます。はい、えー、これで、そういったカクカクした状態でのベイクはなくなります。はい、ここまで完了したら、えー、編集の中の種類ごとに削除、えー、ヒストリー,、えー、ヒストリーを削除しておきます。ここに、えー、ヒストリーが溜まっていたんですけども、それが削除されます。 で、えー、シーンをですね、保存しておきましょう。で、ここでちょっとあの順番が前後してしまったんですけど、えーっと、プロジェクトフォルダを作りましょう。えー、左上のファイル、えー、プロジェクトウィンドウを開きます。プロジェクトウィンドウで、えー、新規にですね、えーっと、この生き物モデリングのプロジェクトを作るので、 ボタンを押しますで、えー。まず保存先ですね。保存先指定します。えーまあ、これはあの人によって様々あると思うので、えーとまあ、いつも作業をしているフォルダの中に、えー、とプロジェクトを保存先として指定しましょう。えーとまあ、パスを指定して、えー、選択ボタンを押すと、保存の場所がですね、ここに。 記載されます次に現在のプロジェクトというところに、えー、今から付けたいプロジェクト名を付けるんですけど、えー、まあ人によってあのプロジェクト名は違うと思いますサンプルではこのようにしました、はい、適用ボタンを押します、えー、そうすると、まあ、プロジェクトフォルダーが作成されました、えー、ちょっと確認しますはいこれですね、えー、03襟巻き2024 あのここまでシーンデータを別の場所で保存していっていたという場合はこの襟巻き2024今作ったプロジェクトフォルダの中のシーンズフォルダの中に移動させておきます。前、まあ、は一度ですね、えーまあ、保存したので閉じちゃっていいですで。別のフォルダで作業していた場合はフォルダを開いて移動させておきましょう。ちょっとブレンダーのシーンデータもありますが。 ちょっと気にせず全部移動させちゃいます。こんな感じですね。で今あの、先ほど作業してた最新のシーンはこれです。えー、このようにすると、プロジェクト、えー、が作成されましたので、えー、テクスチャーの保存先であるソースイメージズフォルダーが作成されたりとか、あとはレンダリングされる、えー、フォルダーの先であるイメージズフォルダーが作成されたりしますので、あのパス、えー、管理 非常に重要なな、えー、手続きとなります、えー、では長いリトポロジー作業が終わりましてここからは、えー、生き物モデリングの UV 展開の工程に入ります、まあ、ちょっと情報を先に整理しておきますが、えー、ブレンダーで、えー、スカルプとして作成した、えー、ハイポリモデルが、えー、マヤの中に読み込まれている状態で,、えー、でそのスカルプとしたモデルを、えー、ライブサーフェイスにして えー、このようなですね、えー、リトポロジーをしたモデルを作成したところになります。えー、じゃあ、えー、こちらのモデルを UV 展開して、えー、いきたいと思います。まあ、ちょっと間違えない、えー、ようにしなきゃいけないのはあと、こっちのハイポリのモデルの方は UV 展開の必要は全くないということです。えー、作業自体もですね、かなり重くて UV 展開、あのーいかない、うまくいかないと思いますので、えーっと、こっちは必ずスルーしてください。で、こっちですね、あのー リトポロジーを行った、えー、ロッポリモデルに対して UV、えー、展開を行っていきます、えー、UV 展開している最中にポリゴンのエラーとか見つかったらですねそこを修正してまた左右ミラーを行ってみたいな感じで、えーまあ、クリーンなデータを作ることは、えー、必ず心がけてくださいじゃあ UV 展開を始めていきます ちょっとですね、あの、この辺のインターフェースが勝手にあの結合してしまうのが嫌なので、えー、ここの鍵ボタンで、えー、ロックをしてしまいたいと思います。そうすると、この辺のウィンドウがですね、えー、切り離したりとかできなくなりますが、これでえ進めていきます。えー、じゃあ、UV、え、のー、メニューから UV エディターを開きます。はい、現状の UV はあのめちゃくちゃな状態になっていますが、えー、これを整理していきます。 えっとまあ、大まかな考え方としましては、モデルに対して、まあ、上半分、それから下半分、こう2つにパカッと割っていくようなイメージで、えー、いいです。で、まあこのモデルの場合は、ちょっとこの襟巻き部分がですね、あの追加でありますので、えー、ここはちょっと別の、まあ、正面、前半分、後ろ半分っていう感じで対応しなきゃいけないんですけど、基本的にはまあ上半分、下半分で。 じゃんこにして、えー、上と下であの分けるような感じ、えー、それをイメージして、えー、カットしていけばいいかなと思います。じゃ手順通りですね、えー、進めていきます。まずは、えっと、このめちゃくちゃな状態を一旦整理したいので、えー、オブジェクトモードで選択した状態で、えー、っと作成のプルダウンの中あ、UV ツールキットを今回はですねあの、フル活用していきます。作成のプルダウンの中の、えー、平面マッピングを行いますが、 これシフトを押しながら左クリックを押してオプションをまず開いてください、えー、オプションのところのこのイメージの幅高さの比率を維持にチェックを入れますそして、えー、Y 軸、まあ、上からですね Y 軸から適応を行います、はい、UV がですね、えー、1つながりになったことが分かりますまたあのめちゃくちゃだった UV は当然整理されています はい、で次に、えーとまあ、上下で切っていきたいところなんですけど、まあ、結構このモデルに関してはえー、襟巻き部分が結構邪魔で、えー、その上下に切り分けるラインがですねすごく分かりづらくなってますなので一度、まあ、そういった場合はパーツに分ければですねあのうまくいきますのでどん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 んこの形状が難しかったらちょっとずつですね分解していってください例えば、まあ、この襟巻きからこの頭頭部の部分だけ一度切り離したい そのほあがちょっとやりやすいということでこの辺でですねエッジループ選択してエッジをカットしちゃいますがその前にこのシンメトリーをですねせっかくこのモデルが左右対称で作られているのでシンメトリーモードをオンにできますワールド X のシンメトリーをオンにしておきましょうそして首の部分で1周分ですね はい、エッジを選択したら、えー、カットをしま,すまあちょっと今回ショートカット使わずにいってみましょうかね、えー、こちらのプルダウンを開いて、えー、カットを押します、はい、そうすると、まあ、ちょっとエッジが太くなることが分かりますまた選択を外すと、えー、白いハイライト表示がされると思いますで、えっとまあ、これがされない場合はこの辺の設定をですねあの合わせてくださいね まあデフォルトあの、この設定になっているので、デフォルトからいじってない場合は大丈夫かと思います。えー、で、そして、今度、手のところをですね、まあ、上下で、えー、分けていきたいので、まあ、こんな感じでですね、えー、上下分かれるラインで、えー、カットを実行したいと思います。でこれ、まあらかじめですね、リトポロジーの段階で、えー、かなりきれいにリトポロジーしていた場合は、こうループでつながるような状態になっていると思うんですけど、その辺考えずに、 あのリトポロジーしてしまった場合は結構ガタガタしてしまったり、まあ、どっかで止まっちゃったりあのループが続かず止まっちゃったりするかと思うんですが、まあ、その場合はですねあの気にせず、まあ、止まってしまったところで例えばですけどこの辺にから、えー、こんな感じであのガタってなってもいいのであのとにかく一つ流がりでですね、えー、カットしてあげることが大事です。 まあリトポロジーの段階からちょっとつながってくる話なので、えー、今からその辺修正しようとするとちょっと時間かかるので、えー、まあそんな感じで UV 展開はあの対応していってくださいまあじゃあここで一旦切りますあでちなみにですねこの辺はあの途切れちゃってますがまあ追加してあの選択していってもいいんですがまあ段階かに分けて、えー、エッジを切り離していった方が選択ミスした時にですねあの戻りやすいので、はい、じゃあここで一旦 えー、あカットですねカットを実行しますはいここまで今切れてますねで、えー、っとこの、ま、首から下の部分で、ま、上下に分けていきたいと思うので、ま、ここですね肩の部分がまだ分かれてませんこの辺りをつな、えー、いでいってしまいますま始点から、えー、終点のところでシフトを押しながらダブルクリックを押すと始点から終点までですね 一つ流れで選択されるような状態になります。はい、でカットを押します。あ、ここが切れました。で、えー、手のところも切れていて、今度はここで止まってる感じですね。ここから先を切っていたきたいと思うんですが、まず足の境界線のところをちょっと見てみます。ここですね。こんな感じでループに作っていたので、ここで一旦切り離せるようになってます。ここで一旦切っちゃいましょう。あ、これもカットですね。 はい、そうすると若干複雑にはなったんですけど、えーまあ、ここの部分は足の裏の部分はすでに独立してて、えー、と体の上下に関してはこの、まあ、膝とかももとかっていう足全体の部分でつながってしまっている状態に今なってます <laughs>、はい、じゃあ、えー、ここを切り離していきたいと思いますでえー、っとまあここからですね こっちにこう切っていってもまあ悪くないんですけどもえちょっとまあ目立つ位置で切るよりはどちらかというと目立たない位置で切ってあげた方があの綺麗に見えるえ特徴がありますのでまあ足なんかはですねこれ下の方に伸ばしていってこの辺で切るみたいなことをしてもいいと思います。 例えばですけどね。で、えー、上下で分けると考えると、こちら側をじゃあ下にしたいと思いますので、はい、こんな感じとこんな感じですね。はい。そうすると、ちょっと分かりづらいですけど、えー、下の面は、 ここからこう,がっこ,こ,ですこうつながっていきまして、こうつながっていきまして、ここからこうつながっていきまして、こうつながっていきまして、で、ここまでという形になりますね。<laughs> はい。で、えーっと、次に尻尾の方までですね、えー、カットしていきたいと思います。で尻尾のところは、まあ、あのー、細い、えー、パーツになりますので、 まあ分かれるようにだけしてあげて、えー、上下で分けなくてもまあいいんじゃないかなと思います、まあ、ここは任せますがで、まあ、どういうことかというと、まあ、ここで一旦あカットしつつこ,こ,です、ね、もうこの時点で、えー、下の部分はもう分離できてますねこんな感じです、はいまあ、ちょっと戻りますが、えー、尻尾の部分はあの,のり巻きの形状をちょっとイメージしてもらって えー、ここからこの辺りまでですね、えー、こうカットをしてあげるとパカッと開くことができます、はいまあ、こんな感じですねここで、えー、カットを押します、はい、そうすると、えー、UV シェル選択右クリック長押し UV シェル選択をすると,、えー、っと上の部分下の部分こう分かれたことが分かりますねで尻尾のところに関しては えとここがまあ切れてるこの裏の一本線がここ切れているので、えー、この辺りは開くことができますただちょっとこの辺でですね、えー、立体的なのでちょっと詰まってしまいそうな印象がありますなので、えー、ここの辺りはちょっと切れ込みを入れてあげてもいいんじゃないかなと思いましたこんな感じですね、はい、でこの辺りがパカッと開いてここ横にですねパカッと開くようなイメージになればいいかなと思います で、これ、UV 展開難しい場合はですね、あのこんな感じで、えー、尻尾は尻尾、足は足っていう感じで、えー、1個ずつ分けていっちゃった方が分かりやすいと思います。<laughs> はい、まあそこはお任せします、えー。スカルプトモデリングの,あの UV 展開に関しては、割とこの境界のところってあんまり気にならなかったりするので、UV の切れ込みのところですね、気にならなかったりするので、まあ、はい、難しい場合は、えー、パーツを分けて。 てくださいで、えー、次、顔の部分に移ります。えー、顔の部分もですね、えっと一応もうループでポリトポした際にはい切れるようにしてますので、えーえっと、これ前後で、襟り巻きの前後でですね、えー、切っていきます。ここで、えー、カットを実行すると、UV シェルは、えー、裏側がですね、こんな感じで切り離せます。で次、前のとこなんですが、 えっと前のところは、まあ、これも選択肢がいくつかあります。えー、顔の部分だけをまあ別にして、で、えー、開くのか、いろいろとあると思うんですけど、まあ、口がこれ開いてるので、ちょっと立体的なので、口の中だけはちょっと、はい、分けておきたいなと思います。これで、と、はい、口の中。 それから、まあ、顔は UV の切れ目が目立ってしまうことを避けて、まあ、わざとちょっとつなげておきたいと思います。であまりにもですね、えー、UV 展開をした時にあのアンフォールドを行った時に、えー、圧縮がひどい場合は、えー、とこの辺りも切れ込みを入れてでその圧縮を取り除くような、えー、方向性で展開してあげるべきですね。 はい、まあ一旦これでいいと思います。じゃあ今全体的にですね、えー、パーツ分けといいますか UV シェル分けを行っていったので、はい、それぞれですね、えー、UV の展開を行っていきます。まあ、今パーツとしてはこんな感じですね。えー、UV の展開の方法ですが、えー、UV シェル、右クリック長押し UV シェルで、えー、選択して、 で展開の中の、えー、っと展開を行えばいいんですが、これも一度シフトを押しながら展開ボタンを押してオプションを開いておきます。でここの、えー、方法がアンフォールド 3D になっていることを確認してから、えー、適用を押します。はい、こんな感じで、えー、展開されました。で展開された、えー、UV シェルはここのチェッカーの、えー、ボタンを押すと本当に歪んでないかどうかというところを確認できます。 さっきちょっと見た、あの、裏の部分。この辺りの歪みもちょっと確認するといいんですけど。まあ、この辺が若干伸びてるぐらいで、まあそこまで気にならないですね。なので、尻尾の部分もちゃんと展開はできているということがわかります。まあ問題なしってことですね。はい、えー。じゃあちょっと話しされましたが、どんどん展開していきます。まあまとめて展開することもできますので、こんな感じで。 UV シェルを全部選択して展開を行ってもいいです。はい、できましたので、でここからは、えっと、この足の裏のパーツなんかはあのーなんだ、左右両方とも選択されてしまうと、ちょっとレイアウトがしづらいので、えー、シンメトリーをオフに切り替えます。 はい。で、えっ、ー、と、かぶりなくですね、えー、レイアウトしていきます。まずやらなきゃいけないこととしては、スケール合わせですね。まあ、どれか一つ、えー、UV シェルを選択して、えっ、ー、と、トランスフォームのプルダウンを開きます。トランスフォームのプルダウンの下の方にあるテクセル密度というところの取得ボタンを押します。えー、ここで選択していた、えー、UV シェルのスケールがここに、えー、記録されますので、まあ、それ以外のですね、 UV シェルを選択してセットボタンを押します。これで UV のスケールが合いました。チェッカー確認すると、この四角のサイズがですね、すべての UV シェルでおよそ一定になっていることが分かります。ちょっとやっぱり顔の部分は、そうですね、ちょっと伸びてる印象がありますので、もしかしたらこれ切ってもいいかもしれないですね。まあ、一つ繋がりにしてますので、どうしても UV が伸びちゃうところはあります。 で顔基準で考えるともうちょっとだけ UV シェルを大きくしてもいいかなと思いましたので少し拡大しておきますはいじゃあレイアウトですねちょっと細かい点なんですけど、えー、少し斜めにこう傾いているのが嫌なので、えー、っとどこか、まあ、境界のところがいいんですけど境界のエッジを選択してえー、っと 配置してレイアウウトのプルダウンを開きますそしてエッジの方向という機能を行うとそのエッジの角度でまっすぐになります2回ぐらい押すときれいにいきますねこちらもエッジの方向こちらもエッジの方向これはあの横に向いちゃうんですけど横に向くのが嫌な場合は UV シェル選択を1回行ってえー、っと あここですねトランスフォームのプルダウンの中の回転っていうのを実行してあげればいいですね、まあ、90度で回転するっていう形にすれば、えーまあ、横になってしまった場合でも縦に戻すことができますはいで、えー、ちょっとどんどんいきますねこちらもこっちの方向こっちの方向ですねこれもちょっと角度が違うのが気になりますのではいこのようにしておきます えー、こっちの方をはいこんな感じですねじゃあ、えー、全体的に角度調整ができましたらあとはあの隙間がなるべくないように、えー、レイアウトをしていきます、まあ、大きい、えー、UV シェルからレイアウトしていくといいかなと思いますね はいまあちょっと、えー、ざっくりですけどこんな感じです。で、えー、っとこれらの UV シェルはすべて、えー、この、まあ、下地の部分のグリッドの部分を見たときに0から1の範囲に配置するようにします。なのでちょっとはみ出す場合は、えー、全部の UV シェルを選択して縮小したりするといいですね。は,いまあ、はみ出さないように配置をします。 はいまあ、ちょっと近づけておきますかねはいこんな感じで、えー、指展開の、えー、作業は以上になりますね、まあ、ここにですねあの例えばまあこの4メモリを使って、えー、グリッドの、えー、この辺りを使って、まあ、目のテクスチャを配置したりとか、まあ、この辺りに今度は爪のテクスチャを配置したりみたいな感じでテクスチャを1枚にまとめたいなっていう場合のことを考えるとまあ あ,のある程度、こう、くりられた領域を開けておくといいのかなと思います。まあ、余白の範囲でですね。まあ、えー、そこはやってもやらなくてもいい部分だと思います。えー、じゃあ、UV 展開が完了しましたので、えー、UV エディターは閉じます。<laughs> そして、えー、ヒストリー削除を行います。チャンネルボックスレイヤーエディターに切り替えると、ここに書いてあるのがヒストリーですね。まあ、これは全てゴミになりますので、えー、編集、 種類ごとにに削除、ヒストリリー,、えー、クリーンにしておきます。で,できたら、えー、このローポリーモデル UV 展開済みのローポリーモデルを、えー、FBX エクスポートします。えー、ファイル、えー、選択項目の書き出し、えー、そして、まあ、FBX エクスポートする、えー、フォルダーを、まあ、作っておくといいですね。このプロジェクトフォルダーのシーンズフォルダー内に、えー、新しいフォルダーを作って Bake、まあ フェイクといった感じのフォルダを作っておいて、その中に保存するなどですね。えりまき、オンダーバー、ロー。はい、選択項目を。あその前に、えー、ファイルの種類、FBX エクスポートになっていることを確認して書き出します。はい、じゃあ、ローポリモデルの処理は以上ですね。えー、そして、ハイポリモデルの方、えー、こちらも、えー、今一度、あのー、FBX エクスポートしておきましょう。 えー、ローポリモデルの方は今非表示にしました。で、えー、ハイポリモデルの方を開きます。まあ、ちょっと細かい点なんですけど、えー、このハイポリモデルのこのカクカクした感じ、これを、えー、なくせるといいので、まあ、あの引いてみると分かんないんですけどね。近づいてみると、このポリポリした感じが、えー、ありますので、オブジェクト選択をして、えー、ソフトエッジをかけますが、その前に一旦、 結構あの処理が重いので保存しておきます。はい。じゃあ、えー、オブジェクト選択、ハイポルモデルですね。で、メッシュ表示の中のソフトエッジを書きます。これ結構ポリゴン数がかなり多いので、えー、処理落ち注意といった感じで、えー、ソフトエッジがかかるのを待ちます。はいえー、待つとかかりますので、えー、気長に待つといいですね。 はい。じゃあ、えー、オブジェクトモードに戻ります。じゃあ、このモデルに関して、えー、も、えー、編集、種類ごとに削除、ヒストリーで、ソフトエッジのヒストリーを消しておきます。まあ、ポリポリした感じがこうなくなりましたね。はい。じゃあ、えー、選択して、ファイル、選択項目の書き出し、えー、ベイクのフォルダーの中に、エリマキアンダーバーハイという名前で保存し直します。 はい、FBX エクスポートが完了しました。えここまでの手続きで、えー、どういったところまでできたかというとえ UV 展開済みのローポリモデルが、えー、FBX エクスポートをされました。で次に、えー、とスカルプトを行ったハイディテールのモデルこちらも、えー、ソフトエッジを行った上で FBX エクスポートが完了しました。でここからの作業はえー、とっと書い 点は良いか、はい、一旦戻します、えー。ここからの作業は、ブレンダーに一度戻りまして、ディスプレイスメントマップを、えー、作成していきます。また、えーと、サブスタンスペインターに移りまして、えー、ベースカラーの、えー、テクスチャ作成というのも行います。まあ、そういった感じで、えー、と2つのデータ、えー、ローポリデータと、えー、ハイポリデータ、両方とも、えー、使っていきます。ブレンダーでもサブスタンスペインターでも使いますので、えー、必要なデータとなります。 はいえー、では、えーと、生き物モデリングの、えー、制作工程の延長であるあのディスプレイスメントマップの、えー、作成と、それからディスプレイスメントマップの、えー、読み込みの方法の、えー、話をですね、こちらでまとめたいと思います。えー、じゃあ、まずこれ、ブレンダーから、えー、スタートします。ブレンダーの,あの新規開いた、えー、状態ですね。はい。えー、っと、まあ、ここに配置されているデフォルトのモデルは全部削除しましょう。 囲って選択、デリートキーですね。で、えっ、ー、と、書き出しておいたローポリモデルとハイポリモデルを、えー、1つずつ読み込み直します。ファイル、<laughs> インポート、FBX ですね。で、読み込むモデルは、はい、えー、この2つのモデルになります。まあ、1個ずつ、えー、読み込んでいきますかね。えー、ローポリモデル、じゃあ、読み込みます。インポート、FBX。はい、読み込まれました。えー、そして、 ファイルの中のインポートの中の FBX もう一度実行します。今度はハイポリモデルをインポート FBX ですね。まあ、こちらはちょっと読み込みに時間がかかるはずです。はい、読み込みが完了しました。えー、同じ位置にですね、えー、配置されているということを必ず確認してください。もし、えー、ずらしてエクスポートしてしまった場合は戻ってですね、同じ位置に戻してエクスポートし直してください。えー、じゃあ順々にですね、ちょっと、えー ディスプレイスメントマップ作成の手順を説明していきます。まず読み込んだハイポリのモデルに関しては非表示にします。右上のアウトライナーからハイポリのモデルの目のアイコンを押して非表示にします。で次にローポリモデルですね。こちらに対してモディファイヤーを2つ追加します。オブジェクトモードでローポリモデルを選択したら右の方のウィンドウの プロパティ、えー、と、モディファイヤプロパティか。モディファイヤプロパティを開きます。えー、アドモディファイヤを押して、で、えー、と、このあたりにある、えー、マルチレゾリューションのモディファイヤを追加します。この設定はまた後で変更するので、えー、そのまま、えーア、アドモディファイヤもう一度押しまして、えー、で、今度は、えー、と、シュリンクラップ。 シュリンクラップモディファイヤーを追加します、えー、2つのモディファイヤーが追加されましたでは、えー、先にシュリンクラップモディファイヤーの設定から行っていきます、えー、シュリンクラップモディファイヤーでは、えー、っとラップメソッドと書いてあるところをクリックして、えー、プロジェクトに変更します、はいえー、そして、えー、このデフォルトでチェックが入っていないこのネガティブって書いてあるこのチェックを入れます これを入れないとあのディテールのベイクがうまくいかないので気をつけてください。はい、えー、そしてその下あたりにあるターゲットと書いてある箇所があります。えー、スポイトのアイコンを押してターゲットの隣のスポイトのアイコンですね。そして、えー、ハイポリモデル、このアウトライナー上からハイポリモデルのところにカーソルを合わせてクリックします。 はい、これで、えー、ハイポリモデルのディテールを転写しますよってことが、えー、指定できました。はいえー、じゃあ次に、えー、こちら、マルチレゾリューションのモディファイアの方に、えー、設定に移ります、えー。マルチレゾリューションのモディファイアでは、まあ、サブディビジョンレベルと呼ばれる、まあ、ポリゴン分割を加える、えー、モディファイアになるんですけど、まあ、それができるんですが、このサブディ,ブディバイドと書いてある、えー、ボタンを一度押します。 はい、そうするとえ、1分割ですねえ。このモデルに追加されました。まあ、あの、ポリゴンってこう四角形で,で、それが分割されるので、実質4倍になりますね。ポリゴンの数としては。今、1分割分え加わったんですが、えこの分割数を、まあ、5レベルぐらいまで上げてしまいます。なので、もう一度、サブディバイドを押します。今度、2分割え加わりました。えもう一度、 サブディバイドを押します。これで3分割目、えー。もう一度サブディバイドを押します。4分割目。まあ、このぐらいになるとですね、結構処理が重くなってくるので注意してください。で、全、えーまあ、身見たときにディテールが、まあ、ある程度もう転写、えー、できているので、まあ、問題ないということは分かりますね。まあ、若干この辺がちょっとディテールの転写が甘かったりとか。 この辺が、えー、ディテールの転車が、まあ、結構こうあの、ディテールが入っていたりとかするのは、えっ、ー、と、リトポロジーを行った際のポリゴンの、あのー、スケール感によってくるので、えー、なので、ポリゴンの密度が多いところほど、えー、ディテールは乗りやすくなってきますね。はい。で、まだちょっとボケてる感じが目立ちますので、えー、やはりもう一分割ぐらい、えー、サブディバイドボタンをもう一回押します。で、この分割数は、 この辺りに見えるレベルビューポートとかスカルプトとかって書いてあるこの数値、これが分割の数になります。5回分割しましたよっていうことが今わかりますね。はい。まあ、5回ぐらいですね、サブディバイドを行えば、まあ、ディテールはほぼほぼ転写できるんじゃないかなと思います。ちょっともう一段階はですね、ちょっと怖くてできないですね。 えーまあ、5段階ぐらいが結構いっぱいいっぱいぐらいじゃないかなと思います、まあ、あのベースのモデルのポリゴン数を、まあ、すごくラフに作ったよっていう場合は、まあ、もう1段階ぐらい上げてもいいかと思います、まあ、これは本当にリトポロジーでどのぐらいの密度感で、えー、ポリゴンをあの配置していたかっていうところに寄ってきますので一概には言えません、えー、ここで一度ですね、えー、このブレンダーシーンをセーブしておきましょう <laughs> いくという名前にしておきましょうかねはい、えー、じゃあ、えー、マルチレゾリューションと、えー、シュリンクラップ、えー、の機能を使ってディテールを転写していきましたでここまでできましたら、えー、っとシュリンクラップモディファイヤ、えーはこれは適用してしまいます、はいまあ、今ってあのモディファイヤーなのでこれ仮で、えー、反映しているような状態になってますが えー、シュリンクラップを適用するには、この下矢印を押してアプライ、えー、と書かれたところをクリックします。これもちょっと時間がかかりますね。なので待ちます。はいえー、シュリンクラップが、えー、アプライされました。マルチレゾリューションの方はそのまま残しておいてください。じゃあ次に、ベイクの手続きに移ります。えっと、上のワークスペースから、えー、シェーリングのワークスペースに移ります。 で、えー、使う部分は、この左下の、この小さい、このエリアですね。このエリアを使っていきます。えー、じゃあ、まず、えー、っと、この、まあ、テクスチャーを表示する、まあ、ウィンドウになるんですけど、え e、ー、w ボタンを押します。で、えっと、まあ、新しくディスプレイスメントマップを焼き付ける場所を作っていきたいんですが、えっと、このイメージネームというところは、えー、ディスプレイスメントマップの、まあ、省略形にして、えー、DM としておきます。まあ、名前は何でもいいです。任意の名前です。 えー、DM として。で、Wiz、えー、と Height、えー、これらの数値は 4K にします。4096ピクセル、えー。これ打ち込みます。4096ピクセル。4096。4096、えー。そして、えー、っとこの32ビットフロートというところのチェックを入れます。はい、以上確認をしたら、えー、OK ボタンを押します。真っ黒になりますけど、えー、ちょっとマウスの中、 ボのところコロコロして引くと、まあ、こんな感じで、えー、テクスチャーらしき場所が表示されていることがわかりますね。じゃあ次にですね、えー、こちら、まあ、このエリアで1個だけノードを作成します。このエリアにマウスカーソルを持っていき、Shift A、Search という、えー、箇所が出てくるので、ここを左クリックします。で検索のモードに移るので、イメージと入力をします。 イメージテクスチャーと書かれたものが出てきますので、これをクリックして、イメージテクスチャーノードを作成します。まあ、これはあのテクスチャーの保存先といいますか、ベイク先をですねえ作るために必要な行為になります。このイメージテクスチャーのノードができましたら、この一番左上のあたりですね、このアイコンを押して、DM。 まあさっき書かれた、さっき書き直した名前のものが出てくると思います。これをクリックします。DM。こっちも DM になってるということですね。そこまでできましたら、次に行うこととしましては、えっと、右の、この辺のプロパティの中から、一度レ、レンダープロパティーズ。レンダープロパティーズのウィンドウに移ります。で、レンダーエンジンをですね、EB からサイクルズに変えます。 ベイクの処理はサイクルズのレンダラーじゃないと、えー、実行できません。サイクルズレンダラーに変更です。はい。で、次に、えー、っと、下の方にですね、えベイクのプルランがあります。ベイクのプルランを開きます。で、ここで必要な設定を行っていく必要があります。えー、ベイクフロム、えー、マルチレイズ。これマルチレゾリューションモディファイヤーの方ですね。えー、っと、これをチェック入れます。 ベイクフロムマルチレゾリューションのチェックを入れます。で、えベイクタイプって書いてあるところ、えー、ここをディスプレイスメントに変更します。えそこまでチェックをしましたら、一度、えー、こちら、モディファイアープロパティーズに戻ります。モディファイアープロパティーズに戻ります。で、マルチレゾリューションモディファイアーがありますね。えー、っと、レベルビューポートと書いてあるところをですね、 えー、0に一旦します。これ、あのレベルをですね、えー、行き来することができます。左ボタンを、えー、どん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 こう押していくと、数値0まで戻れることがわかりますね。また、<laughs> 右ボタンを押すと、またあのディテールは復活しますので、まあ、行き来ができるということですね。一度0に、えー、します。レベルビューポート0。はいえー、そして、 えー、再びレンダープロパティーズのウィンドウに戻ります。はいえー、その後に、えー、ベイクを実行します。はいまあ、ちょっと計算時間が入りまして、えー、左のです、ね、このテクスチャーを表示できる、えー、ウィンドウの中に、まあ、なんかうっすら白黒の画像が焼き付けられたことがわかります。これがディスプレイスメントマップの、えー、ベイク が実行されたという、えー、証拠になりますねじゃあ、えー、この画像を保存したいので、えー、このウィンドウの、まあ、この3本線、横白の3本線ですね。ここを押して、えー、イメージの中のセ a v e ー s ここをクリックします。えー、で、えー、保存先と保存形式の,あの指定のウィンドウが出てきますので、まず保存先ですね。保存先に関しては、 ま以前ですね、えー、このエリバキトカゲのプロジェクトを作成しましたで。そのプロジェクトフォルダの中のソースイメージズフォルダですね。ここに保存しておくといいです。ソースイメージズフォルダの中に、えー、DM という、まあ、その名前でいいんですけど、えー、で、保存をしますが、えー、ここ、ファイルフォーマットというところを変更します。ピングとデフォルトでなっていますが、ここをクリックして、えー、オープン e x r でカラーは RGBA のまま。でカラーデプス。ここはフロート。はいまあ、このあたりもしっかり確認をして、セーバーズイメージをします。EXR 形式で画像が保存されるはずですね。はい、じゃあ、ブレンダーの作業はこれで以上なので、保存をしておきます。 はい。では、えー、前の方に戻ってきました。えー、ディスプレイスメントマップをブレンダーで、ベイクを行って作成したところからですね。えー、じゃあ、マヤの方でディスプレイスメントマップをアサインしていきたいと思います。えっと、この時点で、えー、リトポ直後のデータ。まあ、こちらと、えー、それからこのハイポリモデル。 データはいらないので、まあ、ちょっとクリーンにしていきたいんですけど、まあ、一旦このあたりであのセーブをしておいてですね、ちょっと名前としてはあの2位の名前になりますが、レイアウトとか、あのもうレンダリングのことをですね、ちょっと視野に入れてリネームをしておいています。で、えー、いらないモデルなんか、まあ、目のオブジェクトはまだいりますね。後で使うと思います。 まあ、いらないモデルをですね、えー、と削除をしたら別名保存をしておきますはい、じゃあディスプレンスプレントマップを、えー、アサインしていきます、えー、ハイパーシェードを表示します、えー、左側のこちらのエリアですね、えー、と AI スタンダードサーフェスマテリアルを作成するんですが、まあ、ここで AI と AIST まで、えー、打つと えー、検索結果に出てきます。AI スタンダードサーフェイスマテリアルですね。はい。えー、作成します、えー。で、まあ先にですね、ちょっと忘れないように、えー、リネームをしておきましょう。名前の変更をして、そうですね。えりまき、アンダーバーマット。まあ、こんな感じの適当な名前を付けます。で、オブジェクトを選択して、オブジェクト選択ですね。 マテリアル上で右クリック長押し、マテリアルを選択項目に割り当てで離します。これでアサインされます。で、えっと、この後レンダリング確認をしていくんですけど、あの、白いマテリアルだとちょっと凹凸が確認しづらいので、まあ、黒に近いグレーにしておくといいです。それから、ラフネスもちょっとツルツルしすぎていると確認しづらいので、えー、まあ0.5前後にしておくといいです。まあこのあたりの数値はまた後々ですね。 最終段階で変更することにはなるので、まあ、仮状態だと思ってください。はい。じゃあ、こんな感じで、えー、とディスプレイスメントマップをアサインしていきます。えっ、ー、と、アサインする場所は、えー、この AI スタンダードサーフェースマテリアル、えりまきマットと名前を変更しました。えー、このマテリアルにつながっている、この青色のノードです。シェーディンググループかな。 こちらを選択したときに、えー、プロパティエディターに表示されるディスプレイスメントマテリアル。ここにですね、えー、画像をつないでいきます。ディスプレイスメントマテリアルの右隣のチェッカーをクリック。で、ファイルをクリック。ディスプレイスメントマップを、えー、読み込むためのノードがですね、作成されますので、えー、この真ん中に位置するファイルノード、これを選択します。 プロパティエディターのイメージの名前というところに、えっ、ー、と、フォルダーアイコンがあるので、そこを押して。で、えー、ソースイメージ図内に、えー、ディスプレイスメントマップの EXR 形式の、えー、データを保存しておきました。まあ、それを、えー、選択して開きます、はい。読み込みました。まあ一応なんですけど、カラースペース、ここカローに、えー、変更されていることは確認しておいてください。これが正しい状態ですね。 じゃあ、このハイパーシェードのセッティングは以上になるんですがディスプレイスメントマップに関してはオブジェクト側で設定することがあります。なので、オブジェクトを選択します。そして、アトリビュートエディターを開きます。アトリビュートエディター内のシェイプと書かれたタブがあるはずです。シェイプタブの中のアーノルドプルダウンを開きます。 そして、下の方にスクロールをして、えー、サブディビジョンプルダウンを開きます。タイプと書いてあるところ、ナウンになってますが、ここをクリック、えー、キャットクラーク、えー。キャットクラークに変更をします。はい、ちょっと、あのー、数値設定は後でやります。えー、次にディスプレイスメントアトリビュートのプルダウンを開きます。サブディビジョンプルダウンの真下にありますね。えー、そして、スカラーゼロバリュー。 これが、えーまあ、基本設定です。で、えー、数値3箇所の説明します。このイテレーションズっていうところ、えー、これは何分割、えー、レンダリングしたときに、えー、上から書けますかっていう、えー、指定になります。ブレンダーの方で分割数をサブディビジョンを上げてですね、あのディスプレイスメントマップをベイクしたと思うんですけど、そこで上げた数を入力してあげてください。そうすると5ですね。 <laughs> 5段階、えー、ディバイド加えたので5となります。あこれ4とか3とかでも、あのー、分割数がちょっと足りないだけで機能はしますので、えーまあ、MAX5 の、えー、5以下と考えてお,いておけばいいかなと思います。じゃ次、えー、ディスプレイスメントアトリビュートの中の、えー、ハイトここの数値は、えー、凹凸情報をどれだけきつく出すかっていう、えー、数値になります。 1>, えー、1がデフォルトで、えー、レンダリングをしないと、あのー、凹凸情報は確認できないので、ここは一度スルーします。で、このスカラーゼロバリュー。えー、これは、えっと、凹凸の、えー、面が、ちょっと、わかりやすいように書きます。まあ、凹凸のこう面があって、あ、モデルのこのローポリの面ですね。これ横から見た面ですね。面があって、 でえー、その凹凸感をこう上からレンダリングしたときに表現していくことになるんですが、まあ、どこを基準にして、えー、凹凸を出すかっいうことですね、まあ、例えばですけどスカラーゼロバリューが0の場合はここ基準でこんな凹凸になると0次1の場合これ0から1の範囲で数値を設定しますので1の場合はというと こんな感じになると。まあ上に出るか下に出るかっていう、えー、そのあたりの、まあ、セッティングになるんですね。なので0.5っていう数字は、えー、そのちょうど真ん中の数字になります。<laughs> まあ、こういうことですね。なので、えー、デフォルト0.5でもしまぶたのあたりとか指先のあたりを注目したときにあのひしゃげてしまったり逆にあの膨らみすぎてしまった、えー、場合はここの。 からゼロバリューの数値を微調整してみてください。ということで、じゃあちょっとセッティングは以上で、えー、このハイトのとこだけですね、レンダリングしながらチェックします。パパシェードはもう閉じます。じゃあ、アーノルドレンダーラーを使いますので、アーノルドの中のライトの中のスカイドームライトを作成します。ちょっとサイズが小さいので、大きくしておきます。 はい、じゃあレンダリング確認してみます。アーノルドの中の、えー、オープンアーノルドレンダービュー。レンダリングを実行します。はい、レンダリングされました。えー、でディテール情報を特に、えー、確認してください。まあ、うまく入っていることがわかりますね、まあ。いろんな角度で見てみます。ちょっともっと寄った方がいいかもしれないですね。はい、この辺のシワとか、鱗の情報も入ってますね。 指先とかちょっと見てみますかね。引き上げたり、えー、逆に膨らみすぎたりみたいなことはないですね。はい。で、特に重要なのが顔ですね。まぶ、あ、たのあたりも引き上げたり膨らみすぎたりということはないし、えー、シワもですね、ちゃんと彫り込まれていることがわかります。まあ、ディスプレイスメントマップのアサインは、えー、うまくいっているということですね。 で数値的にもまあこのぐらいでちょうど良さそうですね。ただ、一応あの調整したい場合のためにですね、ちょっと説明しておきます。オブジェクト選択して、アトリビュートエディターの、まあ、先ほどのディスプレイスメントアトリビュートプルランの中のハイトこの数値を例えばまあ4とか、数値上げるとどのようになるか確認します。はい、まあ、こんな感じですね。この凹凸が、えー、際立つということですね。 当然、まあ、ちょうどいい数値というのは、このレンダリングして、えー、判断して、セッティングしてあげないと、まあ、生き物はリアルに見えてこないので、<laughs> まあ少なすぎないか、大きすぎないかを、えー、必ずレンダリングしてチェックするようにしてください。まあ、デフォルトの位置でちょうど良かったことが分かりますねあの。ディスプレイスメントマップを今回、ブレンダーで書き出しましたが、書き出すソフトによっては、ここの数値をまあ10にした方が適切だったりとか、そのあたりは変わってきますので、 はいまあ、これはブレンダーの場合だと思ってください、はい、じゃあ、えー、ディスプレイスメントマップのアサインも完了しましたので、えー、ここで新データをまた別名保存しておきます <laughs> この新データは、えー、最終的にですね、あのーえー、レイアウトする、えー、シーンとして使っていきますので、えー、残してキープしておきますで次の段階としてはサブスタンスペインターを使ってテクシャを描いていく、えー、段階になります